フンスキムンブリア派の画家、ピントリッキオが1481年に制作した、万丈の油彩画である、ドイツのベルリン絵画館に所蔵されている。絵画は稀な構図を示している。聖母は本に書き込みをしている幼子、イエス・キリストを抱いており、イエスの聖典への介入が示唆されている。右側は、聖ヒエロニムスで、数奇教の衣服で識別でき、聖母マリアが座っている。 大理石の玉座に本を置いている。本は、イヒエロニムスの伝統的な知識の属性の一つで、ある。イエスは、真珠で、裏打ちされた、コアフを身につけている。これは、当時の別のピントリッキ用の作品である、イヒエロニムスと、聖クリストホロスの間のキリストの竹絵に見られる。フィオレンツォ・ディロレンツォによっても使用されたこのコアフは、後に、 ピントリッキオによって放棄され、自由な巻毛にとって変わられた。右側には、ルネザンスのウンブリア派の典型的な要素である、開けた風景がある。ありがとうございます。